はい、戦国武将太田道灌公墓所、こちらは首、いわゆる首塚になりますけども、後ろ側の大慈寺さんですね。でそのちょっと離れたところというより、もともと寺寮だったと思われますね。今は河川整備されてこのような遊歩道になってますけど、桜の時期はね非常に綺麗なんですけども、まあ、道灌公の命日は8月ですから、桜の時期とは関係ないんですけども、なんとなく桜の季節に来るとですね、菩提寺もですね、この周辺も、桜で覆われているという感じで、今見えてきているのが太田道灌公霊地となります。お寺の寺寮というのはまあ非常に広いんで、まあ、私たちが考えているより昔はですね、それこそここからあの向こうのビルが見えてますけど、あのぐらいまでがお寺の領域だったなんてことはいくらでもあるわけで、まあ、ここも今は先ほど言ったように整備されていますけども、あの寺寮の一部だと思われます。あのお墓だけがあの飛んでるって書かれてる方がいますけど、そうではなくて、ここもすべて あちらは南蓮寺さんになりますけど、この川を挟んでですね、この一帯がかなりの範囲で、お寺の領域になっていたというふうに推察できますね。川に魚が跳ねていましたけど、まあ、自然の川で、あの今雲かかってますけど、あちらが東海大病院の方で、いわゆる丹沢山系からの、河川になりますね。太田道灌公霊地伊勢原市太田道灌公、墓地、ここにも書いて史跡太田道灌公、まあ、正面から貼りますか、当然だからね。こちらはこういう感じで、まあ、静かなんですけどね、霊地つまりお墓なんですけど、向こう側に見えてる建物はあの中学校なんですけどもね、こちらが東海大学病院と大きな病院がねありますけども、ここが、霊地全体、いつもあのお墓しか写してないんでちょっとよくわからないっていう方がちょっとコメントいただいたことあるんで、おっとこけそうになりました。また東海大学霊地、今見えてる向こうの道路の方が、お寺ですね。でお寺から本当に 1,2 分のところですので、ここがよく整備されていて、まあ、周りはの畑とか民家になってるんですけど、この墓だけはですね綺麗に整備されていますよね。まあ、ここであの供養祭とも行われていますので、こちらも太田道灌公、まあ、道灌公についてはですね、まあ、あのお寺でも他でも話してます。